皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。ダヴィンチリゾルブを使ってタイムラプス動画を作る方法というのをご紹介したいと思います。まあ、この方法これまでの動画でも紹介したことはあるんですけど、割とここでつまずく人がね多かったので、タイムラプス動画の作り方でこう一本ポンとですね動画を作りたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、それでは行ってみたいと思います。まずこのタイムラプス動画を作る前にですね、連続撮影したタイムラプスの素材ですね、 JPEG もしくは TIFF で、連続撮影したものをご用意ください。まあ、その素材がある上で動画にするっていう方法を今から紹介したいと思います。ダヴィンチリゾルブの画面が開いております。まあ例えばですね、こうそのデータが格納されている、タイムラプスにしたい動画が保存されているフォルダをアクセスします。でもしここにアクセスしたフォルダがなかったらですね、右クリックして新しいロケーションを追加っていう風にやると、追加したい、フォルダ場所ですねをここに表示させることができますので、で今日はですね、この H っていうボリューム、これ作業用の SSD のフォルダなんですけど、この、ですね、この場所を選びたいと思います。で今ここにタイムラプス動画がこう撮影したものがねダーッと入っているんですけども、こういう風に表示されてたらアウトです。この右上にあるですね、この点ですね、これをクリックしてフレーム表示モードからシーケンスにしてください。はい、多分そうするとこういう風にですね、タイムラプスの動画としてすでに、こうなぞるだけでタイムラプスになってるんですけど、ここがこう表示されない人はこう自動が個別になってますから、はい、シーケンスになってればこのように、タイムラプスとして認識されます。この仕様ね、確かねダヴィンチリゾルブ17からこうなってると思いますので、もし仮に17以前のものを、ご利用されている方がいらっしゃいましたら、こういうふうには表示されません。まあ、基本的には新しいものをダウンロードしてればこういうふうに表示されますの で、このままこう再生マークを押せばね、あ、今これ違うやつが表示されてますね。こっちです。はい、これダブルクリックで。はい。こうですね。ちょっとカクカクしてるのはこれは、データが重たいからですね。うん。このままですね、この右下の歯車マークをクリックしていただいて、はい。まあ、タイムライン解像度を 29.97 っていうやつにするといいです。で今は 4K のタイムラインですね。これ 3840×2160、4K のタイムラインになってます。これで 8K にしたい人はこの上の3680-4320 とこれを選択するようにしてください。まあ、今回 4K でいってみます。はい、保存フレームレートを変更しますか。変更します。で続いてこのシーケンスですね、タイムラプスのシーケンスをこの下のメディアプルーっていうところにこう入れちゃいます。そして、このままですねエディットに行きます。エディットページに行きます。まあ、ちょっと細かいことあまり言いすぎたかなっていう感じしますけどね。はい、でこの下のタイムラインに放り込むと、このタイムライン1っていうのができますから、でこれで再生を押すと、ちょっとカクカクはしてますが、このタイムラプスムービーができています。で今この両サイドに黒帯出てるじゃないですか。これモニターのアスペクト比が16対9なんですけど、写真ってだいたい4対3とか、まあ、カメラで言っては3対2とかなんですよね。だからそのモニター鑑賞用のアスペクト比に合わせてあげないといけないです。これをクリックしてですね、まあ、大体 1.19 っていう風にすると黒帯がなくなります。もしくはこうやってずらすと
もう黒帯がなくなるエリアがありますので、はい、こういう風に手動でやるのも OK です。で今このズームをいじりましたね。この、で、位置程度をいじるとこう、両サイド変わりますから。で、Y の方をいじるとこう上下が変わります。で、あー、間違っちゃった。元に戻したいと思ったら、この横の、くるっと矢印、これを押すと元に戻りますから。で、まあちょっと空の部分を増やしてみましょうか。で、この境界線分かりづらいって方は、こうクリクリ、マウスのクリクリ回すと、こう下が出てきますんでね。はい、こういう感じでいきましょうか。でこれでスペースを押すと、はい、動画が再生されます。うん、まあこれでいいねとなった場合、はい、ここからもう簡単です。この右側のデリバーというところに行きます。デリバーに行きます。はい、でまあ今テストとかつきましょうか。テストで、保存先を選択します。今、デスクトップに出しちゃいますね。デスクトップに出しちゃいます。こっからなんですけど、書き出す解像度なんですけど、軽めのデータにしたいときは、まあ、MP4 にしていただいて、H.264 で、このまま 4K の 29.97、1秒間に、まあ、約30フレーム、30枚の写真を使うっていう状態にしていただいて、このまま、進んでいただいて大丈夫なんですけど、こっからさらにもう一度ダヴィンチに取り込んで、それからちょっと加工した状態でやりたいという方の場合はですね、フォーマットがですね、おすすめはクイックタイムにして、で、これ Windows だから出てこないんですけど、 Mac の人は ProRes っていうのが出てきます。 Mac の人は ProRes にするのがおすすめで、Windows の人はですね、DNXHR、 はい、これにすると444/12bit ですね。これかなりデータが重いです。なので、まあ、本気でやりたい方はこの形式でやるのがおすすめですが、今回はまあただ単に動画にしてみようなので MP4 でいってみますね。はい、でこれ連打Q に追加っていうと右上にこう追加されます。でこのまま全て連打をクリックしましょう。はい、そうすると今動画にしてくれています。これレンダリング中残りこのぐらい時間かかりますよっていうのが出てきますね。で、あのフォトショップでもこういうタイムラプス動画ってできるじゃないですか。でもここでなぜあえてダヴィンチを使う理由としては、フォトショップって動画にすることはできるんですけど、その後作品に編集することはできないんですね。要はこういくつかのクリップを並べて、音楽をつけてっていう風にやると結構やりづらいんですよ。あと、今みたいな感じで16対9に、やり直したりとかっていうのも結構やりづらくて、まあ制限がすごくあるんですよね。だからそのまんま取り込んでそのまま動画にする分にはフォトショップでいいと思うんですけども、結局その後編集するっていう作業が待ってますから、いくつかクリップを並べて作品化するような狙いがある場合はもうダヴィンチでいっちゃった方が、あとはその動画用のエフェクトとかも使いやすいんでね、いいと思います。で、今書き出した動画はどこにいたんだ、これですね、テスト MP4、 はい、再生します。これ富士山の剣ヶ峰ってところで撮ったやつですね。左側が富士山の火口なんですけど、はい、こういう感じで動画にすることができました。まあこれちょっとまだいろいろやった方がいいなっていう感じの動画ですけど、ちょっとフリッカーの方になってるんでね、ひとまずこのようにして動画にすることができました。はい、ダヴィンチリゾルブを使ってタイムラプス動画にするという方法をご紹介いたしました。なんか分かんないことがあればまたあのコメント欄に書き込んでいただければ、お答えしますので、もしくは、私のサブチャンネルがございます。サブチャンネルの方に、お越しいただいて、ライブ配信で直接コメントで、質問するというのもありです。はい、ぜひご利用ください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね。どうもどうも。